どうも、フリーマこと、長谷川です。今回ですね、中国の焦りが見えた日中外相会談という話です。オチとしては、中国の焦りが露骨に見えるというところなんです。最近は日中外相会談の話題が取り沙汰されています。しかし、アメリカの大統領選や中国の経済状態の影響をもろに受けたものになっているんです。これも既存メディアの報道だけを見ていると、判断が難しいものがあります。今回はそんな日中外相会談などについて話していきましょう。まずはじめに2020年11月24日に行われた日中外相会談の内容からです。どのような内容になっているかというと、1、2020年11月中に短期長期ビジネス関係者の往来の再開合意に、日本産食品に対する中国の輸入規制の早期撤廃を求める。3、尖閣諸島などの東シナ海への懸念を中国に強く求める。4、RCEP 協定について早期発効に向けて協力をする。5、日本人拘束に関して前向きな対応を強く求める。6、朝鮮半島の非核化、拉致問題の早期解決に向けた理解、支持を中国に求める。7、香港、東シナ海問題について日本から懸念を求める。8、米中関係に関して中国に適切な対応を求める。トータルで見ると悪い内容ではありません。外務省のページを見ていると、本当に譲っているところは最低限のところで、茂木外相は言うべきことは言っています。実は自由貿易協定の日中韓 FTA も無回答になっているんです。ただ痛かったのは、共同記者会見の場で王毅外相の東海釣り魚島発言を茂木外相が日本海魚釣り島と訂正できなかったことです。国際的にはジャパンシーまたはシーオブジャパンなんですが、中国はお前のものは俺のものというドラえもんのジャイアン思想なので、イーストシー東海と呼んでいます。釣り用島にしても中国側の言い方で、もともと尖閣諸島の一部である魚釣り島は明治時代に日本が最初に見つけたものです。ただ王毅外相は日本通という立場であり、日本語は堪能なんです。また駐日中国大使も務めていたので、中国からは厳しく見られます。概要欄に王毅外相が日本語を話している動画を貼ったんですが、日本人相手に日本語で講演をしているレベルです。そのため余計に公式の場で甘い顔が王毅外相はできません。これがあるから王毅外相は日本寄りと見られないために、共同記者会見の場で東海発言をして、見えるところで一発かましたというわけなんです。ただ見えるところでやられると、日本海と訂正しても王毅外相も立場上さらに厳しく言い出すでしょう。ですから茂木外相の立場としては難しいところではあります。そしてこの外相会談の後に不思議なことが起きているんです。前回の動画の編集を終えた時にツイッターをチェックしていたら、茂木外相の2002年頃にアップされた記事が取り沙汰されていました。その記事の題名は、イーデモクラシー、若手政治家の気概を問う、茂木敏充の回答というものなんです。これを読むと、日本を多様性のある多民族社会にする、定住外国人に地方参政権を与えると書いてあります。しかし、今から18年前の非常に古いものなので、今の茂木大臣の考え方とは違う可能性があります。ただ考えが変わっているなら訂正は出した方が良かったと自分は思うんです。その過去の発言がネット掲示板の5チャンネルでスレッドが立ち炎上しています。自分も最初に見た時に反応してしまったんですが、情報を整理すると、おそらくこれは今回の外相会談で中国側がうまくいかなかったために仕掛けている罠かもしれません。5チャンネルなどのネット掲示板では最近は以前にも増して五毛党などの中国からお金をもらって動くお困りの方たちが活動しています。つまり五毛党などが5チャンネル経由で炎上させて
茂木大臣を解任させる動きに持っていく狙いがあるのかもしれません。そこから王毅外相は菅総理と会ったんですが、その内容としては、1、中国は日本と様々な分野で協力したい。2、日本は東シナ海への懸念。日本産食品の中国の輸入規制撤廃。日本産牛肉の輸入再開。精米の輸出拡大の実現をしたい。3、日本は香港問題を懸念している。4、日本は中国に北朝鮮拉致問題などの北朝鮮への対応について協力を求める。このようになっています。個人的にもっとひどいかなと思ったんですが、外務省の一時ソースで見ていると、ちゃんと抑えているところは抑えている印象を受けます。こうやって全体的に見ていくと、日本は最低限しか譲るところは譲っていないので、中国の焦りが見えるのはよくわかります。今の中国に関しては、経済や食料問題がやばいことは、今までの自分の動画で何度も話してきています。それを証明するためのソースが最近、ブルームバーグでも出てきているので、皆様にご紹介を。2020年11月23日のブルームバーグで、中国のデフォルト、つまり経済破綻に関する恐れが出てきている記事がありました。その記事によると、平頂山、天安寿司業などの中国国営企業4社の社債の格付けは、AAA と最も良いものだったんですが、それが中国の経済破綻の可能性が出てきたことを受けて、社債の評価が急激に下がってきているという内容のものなんです。ブルームバーグでこのような記事が出ているので、ここを踏まえると、王毅外相の立場としては余計に日本を責めざるを得ないし、茂木大臣との共同記者会見の場で、煽るのは焦りが出ている何よりの証拠とも言えます。さらに次回の動画でも取り上げるんですが、イギリスの新聞ガーディアンによると、ローマ教皇が中国がウイグル民族を迫害していると初めて宣言と報じたんです。それまでローマ教皇は中国に対して比較的様子を見ていました。特に2020年7月でも香港問題に対して、香港での複雑な情勢の推移を特別な注意を払い、懸念を抱きつつ見守っていると講話で話そうとしたんですが、直前になって変更。ここでかなり批判が出たのもあった上に、現在の中国の動きを受けて、ローマ教皇は姿勢を変えたことになります。ローマ教皇のこの動きは、キリスト教関係者や世界、アメリカ大統領選の結果にも影響を与えるものです。これを受けて、中国外務省の趙立堅副報道局長が、事実無根だ。中国政府は一貫して少数民族の合法的権益を保護し、ウイグルは現在、歴史上最良の発展の時期にあると反発。こういった背景を含めて、今回の日中外相会談の結果を見ると、自分としてはそこまでひどくはないと思うんです。そんなわけで中国の焦りが露骨に見えてきているんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。